皆さんこんばんは。おはようございます。いやね、なんか今日気がついたらですね、2月ってもうあと明日1日っていうか、これが上がってる時はもう今日1日になっちゃってんですね。2月が短いの忘れてまして。マイッチングマチコ先生ですよ、本当。いや焦りましたね今日ね。ねえ、びっくりしましたよ。まあでもね、焦ってもしょうがないしね、まあ、なんとか越すしかないんですけどね、まあ頑張りますよ。今日一日しかないじゃん。いやね、あ、それで実は今日で、私の登録者数がですね100名に達しました。やっとありがとうございます。記念すべき100名様はですね、タカ777645さんですね。すいません、猫がちょっと騒いでますけど。なかなか100人いかなかったんですけど、私は相互登録っていうのやってないんで、まあ、まあね、まあ、私のチャンネル登録してもいいやって思った方が登録してくれりゃいいやって、まあね、でも大事なことなんですよね、登録者を増やすということもね、やっぱり YouTube やっていく上では。だから相互登録なんかもやっぱり意味があることだと思うんですけど、なんか私はこう性格的になんかダメなんですよね、そういうの。なんかこれ上司なんかで無理にね、いいねとか押せとかっていう人いるじゃないですか。あ、俺も言ったな。俺もなんか山田電機で働いてる彼に言ったな、いいねって押しといてねって言ってました、私も。なんかでもね、あんまりそういうの好きじゃなくて。そう、それでね、だからタカさんね、タカ777645さん、100人目ということでね、プレゼント、もしも必要なら差し上げますよ。もしも欲しいなと思ったら、これね、これ BMW のノベルティなんですけど、そう、金属でね、金属の無垢ったって大したことない、別に金とかシルバーじゃないんですけど、見えるかな、これワインオープナーですね。ここに BMW ってこう書いてあるんですけど、見えますかね。これがね、栓抜き、これ金属です、これ。わかります、これ、ワインオープナーと、まあ、ちょっと皿みたいな形した栓抜きね、これと、まあ、ちょっと箱潰れちゃってるんですけど、別に一度も使ってません。これ BMW のね、ノベルティです。私昔7シリーズって乗ってたんで、それのなんか展示会でね、もらったやつですね。ちょっとずっしりとした金属製のシルバーの線ですね、多分ね。でもワインオープナーと栓抜き、あとは今日ね、なんかね、鈴木から新車が出るんですよ、今度ね、スペーシアっていう。でもライオンのね、なんかね、ギフト、ライオンギフトのセット、まあ洗剤とかが詰まってると思うんですけどね、もしもこれくれっていうか、くれってか、いるよって、もらってやってもいいぞって言うんだったら、コメントダイレクトに連絡いただければ、ダイレクトメッセージいただければお送りしますんで、送料着払いなんて言いませんから。ちゃんと私が送料負担でお送りしますんで、もしもね、まあこっちはいらないよとかね、洗剤だけくれとかでもいいですし、まあ、両方くれとかでもいいですし、もしもらってやってもいいと思うんでしたら、メッセージで連絡いただければ、プライベートメッセージでも連絡いただければお送りしますんで、私の記念すべきね、100人目の登録者っていうことで、私別にプレゼント企画とかやってないんですけど、ただまあね、なんかそう、なんかね、100人目なんで、そういうのあればね、差し上げますということで。あとコミパンさんね、ありがとうございました。ね、早速メリーさん見ていただいてね、よかったでしょ、良かったっていうか、まあ、ああいう人生もあるんだなっていう。で、コミパンさんもおっしゃったようにね、彼女メリーさんをその存在をね、受け入れたというか、まあ、まあもちろんね、いろんな人いたんですよ。だから当時の私の付き合った彼女なんかもね、結構こう今だった放送禁止用語みたいなんで私に紹介しましたからね。だから、まあ、そういうふうに呼ばれてたと思うし、やっぱりね、彼女は彼女で結構辛いこともあったと思いますよね。でも
彼女の存在を、まあ、ある程度こう柔らかく、あの横浜のね、特に彼女はね、あの馬車道あたりによくいたんですよね、あの館内だから、彼女の存在をその受け入れてたその横浜っていう町っていうのもね、あると思うんですよ多分ね。だから、まあ、あの、まあ私は昨日も言ったんですけど、あの横浜メリーっていうドキュメンタリーの映画を見た時にね、本当にね、なんていうんですかね、ゾクゾクっとしたっていうか、なんていうのかな、昨日うまく私言ってましたよね。あの胸騒ぎか、そうそう、すごい胸騒ぎがしたって言ったのかな、あのそういう気持ちになりましたね。今でもその気持ちは変わってないですね。でも本当ありがとうございます。早速見ていただいてね、あの感想を書いていただきましてありがとうございました。まあ、あのおかげさまでなんとかね、私も登録者が100人に達することができて、もうちょっとね、なんかあのこう皆さんに役に立つような動画が上げられるといいんですけどね、まあ、ちょっとね、今日もちょっと午前中仕事でね、東京行ってたんですけどね、銀座ちょっと通ったりしてね、あのなんかね、やっぱり月末で忙しくてね、パタパタしちゃって、あとまあ収めた車、まあ、ミニなんです、ミニクーパー、昔のミニね、あれが突然止まっちゃってね、多分一生が行っちゃったと思うんですけど、それレスキュー行ったりしてね、バタバタしてまして、今日はコメントの返信もすぐに出せなかったんですけど、申し訳ありませんでした。まあ、今日はそういうわけで、どうもありがとうございました。それでは皆さん、チャオ。